お前がジョン・タイターとはどういうことだ。そのまんまの意味だよ。アットチャンネルに書き込んでたジョン・タイターはさ、私なの。男だと思っていた。まんまと騙された。カムフラージュの意味もあるんだよね。何から隠れようとしていた。セルン、ジョン・タイターとして書き込んだことはもしかして。そう、一部を除いてほとんどが事実。お前は2036年から来たというのか。あの人工衛星、いや、タイムマシンに乗って。本当は正体明かさないままでいようと思ったんだけどさ、よりによってマシンが故障してるなんて、完全に私の失策だ。だがタイターのタイムマシンはシボルエに積まれていたはず。シボルエ？車だっけ？それどこからの情報？2000年に現れたタイターが自分でそう言った。2000年？それもしかすると別の世界線の私かもね。少なくとも私は2000年には行ってない。2036年からまっすぐここに来た。お前は何を知っている。さっき俺とクリスの話を聞いていたな。なぜあんなに慌ててタイムマシンに向かった。お前は何をしようとしたんだ。私のせいかと思って。何？私がここでのんびりしてたせいでセルンの好きにさせちゃったんだ。ねえ、本当なの？椎名真由里があと数時間後にセルンに殺されるって本当？事実だ。俺は5時間後からタイムリープしてきた。タイムリープ？君たちのタイムマシン完成したんだ。それより答えろ。お前の生徒はどういうことなんだ。全部話すよ。私のこと話さなくちゃいけないと思う。君とマキセ・クリスには。オカリン、おかえり。すずさんも一緒だったんだね。やっぱりね、スーパー電話レンジちゃんの完成祝いはするべきだよ。ということで、ダル君と2人で買い出ししてね、帰ってきたの。
どうする？マユリには絶対事情を知られないようにするんだ。何こそこそ話してるん？何度も言うが、完成祝いはしない。オカリン、付き合い悪いよ。そういう問題ではなく、スズさん、元気ないけどどうかしたの？これから俺とクリスティーナとスズハで重要な話をする予定でな。だからお前たちには帰ってもらったのだ。マユシーも聞きたいよ。いや、マユシー、空気読んだ方がよくね。でも、スズさん落ち込んでるみたいだし、なんだかね、マユシーは心配なのです。ごめんね。椎名真由里と橋田イタルにも聞いてもらいたい。二人にも関係ある話だと思うし。未来人すげえ。マジパネッス、握手してもらっていいですか？誰？遊びではないんだぞ。スズさんは何年生まれなの？2017年。7年後なんだ。まだ生まれてないのにここにいるんだね。それでスズハ、詳しく話してもらおうか。って言っても、タイターとして書き込んだ内容がほとんど全て。私は2036年の未来から来た。その時代はセルンによって支配されたディストピアで、争いは完全に消えたけど、人々は自由を奪われてる。ディストピア？極端な管理社会、全体主義。マユリがバナナを食べたいと思っても、今日がバナナを食べていい日でなければ食べることは許されない。もし食べたら裁判なしで実刑。そんな社会ってところ？それは困るよ。マユシーはバナナ大好きなのに。私はさ、セルンの支配からの解放のために戦うレジスタンスなの。この時代にタイムトラベルしてきたのは、そんな今を。君たちからしたら未来になるのか。未来を変えるため。探してるっていうのは、あれは嘘だったのかな。セルンは研究機関であって、権力を持つ統治機関じゃない。私は何度もネット上でジョン・タイターにそう訴えてきた。まさかお前、栗ご飯とカメハメハか？タイターの中の人が名乗り出たんだから、私も名乗り出ないとフェアじゃないでしょ。ならば
俺もそれに習おう。俺は鳳凰院教魔というマナで。それは知ってる。あ、ハモった。セルンは2036年でも研究機関だよ。世界を支配してるのはセルンのバックにいる300人委員会ってやつら。300人委員会、実在したのか。セルンがタイムマシーン開発に成功したことで、彼らは時間っていう4つ目の次元に干渉できる唯一の存在になった。その結果、たった2年で世界の秩序は全て塗り替えられたってわけ。そんでもってマキセクリス、2036年において君はタイムマシンの母として崇敬されている。崇敬？日本語で OK。 崇敬、崇め、敬われているってこと。敬われて、私が？2010年にタイムリープの概念を史上初めて発見し、その後もセルンのタイムマシン開発に貢献した人物。それが私の聞かされたマキセ・クリスっていう人間よ。ならば俺がタイムマシンの父だな。岡部凛太郎はテロリスト扱いされてる。結構有名。私がセルンでタイムマシン開発に携わるっていうこと？信じられない。セルンは人体実験までしてるのよ。科学者の風上にも置けないそんな連中のところになんて行くつもりはない。でも未来ではそうなってた。未来の私はなんて言ってた？会ったことは一度もないよ。それに2036年にはもう亡くなってたし。今さらっとすごいこと言われた。私って50歳まで生きられないってこと？私の時代では極端に長生きの人と不審な亡くなり方をする若い人の2種類がいた。セルンに逆らうような言動をする人はどんどん消されていった。私も？もしかしたら君もセルンに利用されたのかもしんないね。例えば両親を人質に取られて無理やり研究させられたとか。嘘、ママが危ないの？ラウンダー。何それ？セルンの傭兵部隊というところか。名目上はセルンとは独立した技術調査班って位置づけだけどさ、実態は汚れ役もこなす何でも屋。
この時代にもすでに存在してるんだね。私はずっとラウンダーの連中と戦ってたんだ。汚れ役ってことは、まさか誘拐とか暗殺とかも。私の時代ではそういうこともしてた。今はまだそこまでしてないんじゃないかな。ねえ、アマネさん、あなたさっきジョン・タイターとして語ったことはほぼ全て事実だって言ったよね。そうだよ。ということはあなたは世界の構造について把握してるっていうこと？エベレット・ホイーラーモデル、いわゆる多世界解釈で説明できるってあなたは書いていたはず。あれはフェイク情報。セルンに目をつけられないためのカムフラージュ。本当の中に嘘を一つ混ぜると途端に全体が嘘くさく見えるんだ。じゃあ把握はしてないのね。してるよ。2036年ではさ、世界の構造は解明されてるんだ。多世界解釈じゃなかった。本当に？詳しく教えて。アトラクトフィールド。そう、岡部凛太郎にはメールで直接教えたよね。それどんな解釈なの？世界は世界線とアトラクトフィールドでできてる。世界の構造はより糸みたいなものなの。いくつもの可能性世界線が重ね合わせの状態になってて、常に無限個に枝分かれしてってるわけ。全体を見ると一本に見えるけど、ミクロなレベルだとより細い糸が絡み合うように世界を構成してる。そして最終的にはそれらの細い糸は一つに収束する。経過は違うけど結果は同じになる。それって決定論じゃないの？近いかもね。でももうちょっとアバウト。多世界解釈とコペンハーゲン解釈のいいとこ取りって感じ。分岐はするが結末は同じ。ということは世界は結局一つなのか。そういうことで、その収束範囲内にある世界線の束がアトラクタフィールド。アトラクタフィールドもたくさんある。このより糸はアトラクタフィールドアルファ。範囲内にあるのはアルファ世界線。デルタとして、それぞれベータ世界線やガンマ世界線やデルタ世界線を範囲内にたくさん内包。それこそ何億っていう数をね。アトラクタフィールドもこんな風にいくつも重ね合わせ状態になってる。それぞれのアトラクタフィールドごとでは起きる事象も収束する結果も違う。干渉性は喪失してるわけ。それぞれが独立を保ってる。元をたどれば一つだし、アトラクタフィールドもさらにマクロな視点で見れば収束するけど、そのスパンは何百年っていうレベルなんだ。より大きな分岐と見ればいいかな。
ロゲに例えたらどういうこと？教えて、エロい人。エロい人なんていない。いや、エロゲに例えるのは間違っていない。ヒロイン個別ルートがアトラクターフィールドで、その中に出てくる細かい選択肢がそれぞれの世界線だ。しかし最後には必ずトゥルールートに入ってグランドエンディングを迎える。共通ルートが長いか短いか、それが問題だ。ちなみに僕だったら、せっかくだから妹キャラのアトラクタフィールドを選ぶぜ。勝手にしろ。ダメだこいつら、早く何とかしないと。